皆さんおはようございます。ファーミングシミュレーター22欧米論編、今日も続きをやっていきたいと思います。現在ですね、18年目の8月を迎えております。時刻は朝の6時3分を回ったところですね。こちらは、45番のキャノーラ畑に来ています。でこちらの畑はですね、ちょっとまだ私の畑ではないんですが、今ですね、これキャノーラの収穫時期を迎えてるんですね。で前回ですね、少しお話ししたと思うんですが、オリーブですね、オリーブの、まあ、大々的な栽培をですね、ちょっと始めたいなと思ってまして、こちらの45番の畑と46番の畑にオリーブを植えたいということで、こちらの畑をですね、ちょっと購入したいと思います。で、ちょっとマップで確認しますとですね、私が今持ってる畑が、この水色の畑ですね。で、先ほど言って46番ですね、それと45番、ここのあたりに、まあ、オリーブ畑を作りたいなと思ってます。そしたらですね、こちら購入したいと思います。価格がですね、69万1488ユーロですね。はい、そしたら購入します。はい、でですね、で財務状況をちょっと見ときたいんですが、ちょっと買う前に見たらよかったですね。まあまあ69万1488ユーロがマイナスされた段階での今私の所持金がですね、180万6844ユーロ、結構潤沢な、資金があります。でまあまあ要因としてはですね、売却した商品が、まあ各月の商品がまあまあ売り上げが上がってるということが大きいですかね。はい。で、あと、家畜の方とかもですね、まあ、定期的に売りに行ったりしてます。まあ、売り上げはそんな大きくはないんですが、まあ、定期的に売り上げは上がってますね。まあ、売却した商品が、まあ、私の農場の収益の軸になっているということは、まあ、間違いないかなと思います。で、その中でですね、まあ、力を入れていこうと思っているのが、綿の栽培なんですが、今ですね、綿の栽培を、ですね、この北のエリアですね。で、まあやってるんですけども、今、11番と13番ですね、こちらの方でやってるんですが、もう一つ増やそうと思います。で、こちらですね、9番の畑。で、ちょっと、綿を、また育てようと思いますので、ちょっとね、まだ綿の作付け時期はもうちょい先なんですが、一旦ちょっと買ってですね、まあ畑を作ったりとか、まあしたいなと思ってますので、まあ今日も一旦買っときたいと思います。まあお金もちょっとありますので、こちらの金額が、372,912ユーロですね。先ほどの畑より安いんですね。はい、じゃあ購入します。はい。そしたら、こちらは、まあ、これはもう収録外で、まあ、すき込みからやって、石拾い。そして、まあ、作付けという感じでしょうかね。で、こちらの、45番についてはですね、今、キャノーラが、植わってますので、こちらの方の収穫をですね、やっていきたいと思います。
今ですね、こちら45番の畑の、まあ、キャノーラの、刈り取り作業をやってたんですけども、それは終わりまして、今プラウですき込みをしてます。でちょっとですね、画面の奥の部分にちょっとプラウ、まあ、かけてるんですが、少しかかってないところがですね、線上に残ってるのがちょっと色が変わってるところがあると思うんですが、そこがねちょっとうまくかけられてないんですね。でこのプラウはちょっとね、ああいうちょっとライン上で残ってしまうことがまあまあありまして、このプラウちょっと微妙な感じなんですよね。だからですね、この後からですね、またちっちゃいのをかけ直してるっていうのが今の現状なんです。向こうの方にちょっと待機させてるんですけども、ちょっと行きましょうかね。まあ、ちょっとだけですね、先ほども残ったところをこちらのちっちゃいプラウで手直ししてたんですけども、せっかくね、かけてるので、あんまりこういうのは起こってほしくないんですよね。だからちょっとね、プラウもうね、プラウ種類があんまりなくて、一番大きいプラウを今使ってるんですけども、ちょっと一回モッドでですね、なんかいいのがないかちょっと探してみようと思います。ちょっとね、このちょっとだけ残るのが非常にね、嫌なんですね。今ですね、実はこの今作業してる裏でもろこしの収穫作業もやってまして、今ちょっと 80% になったという知らせが来たので、ちょっと一瞬飛んでいきましょうかね。はい、今もろこしの畑に飛んできましたね。あれどこに、あー、こっち向きにいる。ちょっと今映せないですね、これ。持つかな、多分ね、持たないと思うんですよね。まあ、そしたら後ろに下がって入れるようにしましょうか。あ、もう終わったな。じゃあちょっと私これ自分で入れましょうか。このコンバインでっかいんで取り回しが非常に大変ですね。ただやっぱりもう相当いいですけどね、これ。ただやっぱりちっちゃい畑では以前使ってた方が使い勝手はいいですね。うん、だからまあ一応ね、このコンバインともう一個のコンバインは平行で、まあ、使い分けしながら今使ってる感じですかね。もろこし畑もね、もう一つぐらいちょっと増やそうかなと思ってるんですけどね。はい、OK ですね。そしたら、おどどどど。大きい、 OK。 よし、ここら辺でいきましょうかね。量が半端ないですよね。ここから出てるの。すごい量出てます。
じゃあ、ヘルパーさんの方にお願いして私はちょっとクラウドの方に行きたいと思います。はい、戻ってきました。じゃあまた行きましょうかね。これでちょいちょい残ってますよね、やっぱ。まあ、ヘルパーさん綺麗にかけてくれるんで、多分ね、そっちの操作方法とかはね、特に問題ないと思うんですよね。だからプラグの問題だと思うんですよ。まあ、このちっちゃいのでかけてやらいい話ですけど、まあでもね、何回も往復するのは結構大変なんで、でプラグかけるのってやっぱり時間がすごいかかるんで、まあ、ちょっとでもね、幅の広いやつで行きたいじゃないですか。でね、プラグかけると草生えてこないですね。まあ今更ですけど。それは一つあれなんですかね、メリットとしてあるんですかね。まあ奥深くから掘り起こすから草もまあ抜いてくれるというか。ただ草が生えてこないといってもまあそんなに、まあメリットといえばメリットなんですけど、私なんか作付け作業終わってすぐに除草機当ててるんで、もうそうするとね、全然生えてこないんで、それはそれで全然いいですね。だプラウちょっとね、もっと元で何かないか探してみます。あんまりね、ちょっと使ってみた、これはあんまりだなっていうのがちょっとあれですけど、横についてるのは何なの。ここにもなんかちょっとありますよね。あ、これも残ってるやつやな。ちょっとね、この今からオリーブを植えるので、もう後からすき込みできないんですよね、オリーブ植えてしまうと。だからもうなるべく完璧にやっときたい。石がもうすごいよね、これ。トラクターとかはこの石がたくさんあるんで傷みやすいんでしょうね、これ。で、この8R シリーズですね、これ中古で買ったやつなんですけど、使用時間がもう 46.2 時間ですね。結構経ってるのかな。また呼ばれたな。ちょっともう一回ちょっと飛んでいきたいと思います。はい、飛んできました。また、あー、またひっくり返ってる。ちょっとタイミングが悪いですね。ちょっと本当はこれ付きっきりでやった方がいいんですけどね、今回ちょっと向こうがメインの作業やってるんで、一気にっていうわけにもいかないが、もうそろそろ止まるかな。向こうの方から収穫始めたらよかったかもしれない。あ、もうダメだよ。で、一回ここで止めますね。言う方法ないかな、これ。絶対なんかいい方法あるはずなんですが、まあこれでいいですけどね。で、今年で18年目なんですけども、またですね、20年目の年に、収益トライアル、もう一回やろうと思ってますんで、
まあ、それに向けてですね、いろいろ整備を、まあ、していこうかなと思ってます。で、所持金もまだまだ100万ユーロ超える金額があるので、ちょっと畑の方もですね、もう一つ二つ買って、まあちょっとね、あの準備を整えたいなとは思ってるんですけども。で、牛さんの方もですね、もうマックスの頭数になりましたんで、結構ね、牛乳の量も増えていますね。よし、これでいいのかな。はい、じゃあちょっとまた飛んでいきたいと思います。飛んできましたね。ここの端っこもちょっとだけ残ってるんで、ちょっとこれ行きたいと思います。じゃあいいんですか。で、ここの46番なんですが、まあオリーブを全部植えることはしないで、途中までオリーブ植えて、で途中から他の作物にしようかなと思います。で、まあ、基本的には精油工場絡みなので、ここはそうですね、だから奥がキャノーラですね。47がキャノーラで、47がキャノーラで、46が、オリーブで、45が、まあ、こうなってくるとひまわりで、メイン の、 畑はですね、今ひまわりを結構植えてるんですけども、それやめようと思います。まあ精油工場の調子がどれぐらいなるかですけど、オリーブを結構植えて、オリーブの量を増やしたい。あ、オリーブオイルか。オリーブオイルの量を増やしたい。まあ、もちろん、キャノーラ油とひまわり油も生成するんですが、今はどれが、今ひまわり油が一番多いのかな。あれ？最近でもね、キャノーラも増えてきてるんで、それなりにあるんですけども、で、ここの畑をですね、46とつなげようと思ってるんで、ちょっとこの大きいの邪魔やな。一回ちょっと降りて、こいつをどかしましょうか。これメンテナンスが行き届いてないからかな。そんなことないよね。メンテナンスしてるもんね。まあ、石拾いと、トレーラーはちょっとスタンバらせてますね。ちょっと今日はもうあれですね、収録内ではもうちょっと時間が結構経ってるんでやらないと思いますが、ここのちょっとこのくっつけるやつだけやろうと思います。ちょっと久々ですよね。畑をこのプラウだと、今畑じゃないところですね、そのあぜ道があるんですが、そこもですね、まあ、畑にできるというメリットがありまして、ちょっとまたタンクいっぱいになったら、もうちょっと一回ほっときますほっとくっていうのはあれですけど、ちょっと先こっちを優先的にやろうと思います。プラを上げて、ちょっと回転させて、今ここの前があぜ道になってると思うんですが、これをね、畑に変えれるんですよ。ですね、これね、ちょっと位置が難しいんですけども、この辺りでいいかな。はい、一旦プラウを下ろします。
そして、三角ボタンで畑の新規作成をオン。そうすると、このまま走っていくと、ここが畑になります。で、プラウを上げる。だから次からはここ作物が育てられるので、非常にプラウの性能としては、まあこの辺りがメリットですね。これはね、サブソイラーとかではできないですね。はい、じゃあこの辺もちょっとプラウかけていきたいと思います。はい、それではですね、今畑の、まあ、畑を合体させる作業が終わりました。はい、ちょっと見てみましょうかね。もともとここにあぜ道があって畑が2つに分かれてたんですが、そのあぜ道をですね、なくしまして、畑がまあ1つになったということですね。でちょっと石を拾って、でオリーブの作付けがまだちょっと先なんですよね。3月がオリーブの作付け時期なので、それまでは、そうですね、草でもまた育てましょうかね。はい、最後にですね、こちらチーズやフロマージュの方に来てます。チーズですね。チーズを、まあ、今までは、まあ、どこでしょうね。まあ、あの、農夫の庭かな。農夫の庭の方に、まあ、売りに行ってたんですが、それをですね、ちょっと今後は、こちらの方に建てる買取場の方に売りたいなと思ってるのと、もう一つですね、今ケーキを作ってるんですが、それとは別にですね、またですね、パンの方の製造を再開したいなと思ってまして、なので、ちょっとね、こちらの方に、パン工場ですね、をまた建てようかなと思ってます。どういう風に建てようかな。まあ、この辺でいいと思うんですけどね。あんまり近寄らない方がいいかな。まあ、こんな感じで建てましょうかね。ちょっとこれに平行がいいかな。まあ、ある程度でいいかな。はい。ちょっとね、これ、かなり高低差あるんで、どうなるかあれですけど、まあ、一回建ててみましょう。はい。じゃあ、こちらの方に建築します。あらすげえ高低差になってるけど、これ大丈夫かな。パン工場は、パンはここに出てくるのかな。そうだよね。そうですね。こっちの方に出てくるので、ここからこっちの方に売る感じでしょうかね。そしたら、あと買取場の方ですね。買取場が、これか。でね、買取場で買い取ってくれる、その、まあ、項目が、まあ、右下の方にずらっと出てるんですけど、これをね、ずっとこう、観察してたんですが、どうもね、チョコレートがないんですよね。だから、チョコレートだけは、まあ、他にもあるかもしれないんですけど、チョコレートは、農夫の庭まで
まあ、売りに行かないといけないということなんですかね。で、ここは、そうですね、パンとチーズが売れればいいかなと思ってるので、ですね、まあ、デザイン的にはこの辺ですかね、ファーマーズマーケットとか、ピッツェリアとか、レストラン。レストラン先ほどっていうか、前回、前回でもないか。レストランは最近建てたので、まあ、一個あるんですよね。で、レストランはですね、確かね、パンが売れなかったんじゃないですかね。なので、レストランはちょっとダメなんですよね。スーパーマーケットとかは、ちょっとデザインがね、ヨーロッパっぽくないんですよね。だから、なるべく、ヨーロッパっぽいのやつがいいんで、ファーマーズマーケットか、ピッツェリア。あ、違うわ。ピッツェリア？ん？ピッツェリアもパンが売れなさそうやな。レストランもパン売れなかったよね。ということは一択ですね。このファーマーズマーケットですね。ファーマーズマーケットは、チーズも売れるし、パンも、あ、パンもありましたね、今ね。確かパンも売れたはずなので、はい、これですね。じゃあ、こちらの方を建てましょう。で、これが、どうやったかな。これが。ここに売るんで、この荷下ろし場所が重要なんですよね。この荷下ろし場所がこちら側で、パンの方向で、こっち側でいいかな。で、ここにチーズが出てくるので、チーズもこっち側からこう、売る感じですね。で、前をある程度開けときたい。こんなもんかな？ちょっと立てましょうか、はい。で、こっちの方から入ってくる感じ、イメージとしてはね。こっちの方から入ってくるイメージ。で、この辺の、この、ヤブは全部潰してしまうので、あら、ここが相当坂道になっちゃった。この辺はちょっと平らにした方がいいかもしれませんね。ここは坂道がちょうどうまいことできてますね、こっから。これはこれでいいんじゃないですかね。で、問題はこっから入るときですね。こっから、まあ、こっから入ることはないんですけど、まあ、お客さんこっから入ってくるわけですよね。まあ、階段がなんかつける感じでいいか。はい。今ですね、こちら、トラクター持ってきました。こちらは7810ですね。まあ、こいつで、ちょっとチーズの納品を一回してみましょうか。ちょうど地図出てるんで、まあ、ちょっと高値じゃないかもしれませんけど、まあ、実験ということでやってみましょう。まあ、いつもは2つずつ納品する予定なので、まあ、2つ持っていきましょうかね。で、こいつをバックでいっか。バックでいって。で、こういう感じ。あ、いけますね。ちょっと坂道ですけど、なんとかなりますね。はい。まあ、ここはね、少しかさ上げして、まあ、なだらかにすることもまあできなくはないと思うので、あとはね、ちょっと問題はここですね。これ、パンがここに出てくると思うんですが、このパンを取るときに、ここがね、結構高い、まあ、低い、あるんで、ちょっとこう、今空転してますよね、このタイヤが。ここはもうちょっと上げ、パン屋さんもうちょっと上げて立ててほしかったですね、これ。なんとかなるか。はい。そしたらですね、最後はこちらファーマーズマーケットからお別れしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。
また次回お会いしましょう。さよなら。